デイビッド・カープはアメリカ合衆国のプログラマー、実業家、マイクロブログサービス、タンブラーの創業者として知られる。11歳から HTML を学び始め、間もなくビジネス向けのウェブサイトを立ち上げた。14歳でフレッド・セイバートが設立したアニメーションスタジオのフレッド・レター・スタジオのプロデューサーの下でインターンとして働き始める。フレドスターの同僚からの勧めで、 16歳の時に子育てサイトのアーバンベイビーの製品責任者に転職同社の創業者ジョン・ドマニーからアーバンベイビーの株式の一部を付与されている。17歳の時に彼は単身で東京へ渡り5ヶ月に渡って生活していた。仕事はこれまで通り続けており、アーバンベイビーがカープがニューヨークにいないことに気づいたのは東京へ渡ってから3ヶ月後のことだった。 2006年7月、カーアップが20歳になって間もなく、ライフスタイル分野の拡大を目指していたシーネットに、アーバンベイビーが買収されると同社を退社。アーバンベイビー買収で売却した株式の売却益を使って、ソフトウェアコンサルティング会社のデビットビルを設立。カーアップがクレーグリストに出した広告を見たマルコ・アーメントが、エンジニアとして入社する。カーアプは当時、 タンブログと呼ばれる短い形式のブログに興味を持っていた。だが、一年を過ぎても誰もタンブログサービスを作っておらず、カープはアーメントとともに2週間をかけて独自のタンブログプラットフォームの開発を開始する。2007年2月にタンブラーとして開始され、最初の2週間で7万5000人を超えるユーザーを獲得する。2007年10月に、 タンブラーが忙しくなると、コンサルティングの仕事が十分にできなくなり、コンサルティング業務を停止し、社名をデビットビルからタンブラーへと改めた。2013年5月20日、ヤフーがタンブラーを11億ドルで買収すると発表。カープは CEO として引き続き指揮を取る。2017年11月、年内にタンブラーの CEO を自認し会社を離れると発表。 2016年のアメリカ大統領選ではヒラリー・クリントンへの支持を表明した。ありがとうございます。